なんか黒人さんになんだっけな、 B のあの窓から入れるナイフは強いとか聞いたんですけど、ナイフ、あーない、微妙ですけど、まあ、微妙ですか、全て今日全部上がきつか、微妙ですね。まず守りと攻めどっちがきついですか。攻めが分かんないです。じゃあ攻めいきますか、はい、じゃ B で、はい、開幕 KO が必要なナイフ、はい、とりあえず2つだけ押します。はい、じゃあ開幕ここナイフ、バリアがおあるじゃないですか、ここに。もう開幕バリアが腫れた瞬間にもここ直に投げる。なり、そうです。でここのもう手前の情報を取る、はい、まず敵が手前にいるかどうかで、いなかったら、まあ、よくタレットとかあるじゃないですか、まあ、タレット壊しに行ったり、はい、これでもいなかったらタレットもない、じゃあタレットはがここにないってことはこういうところに置いてあるんで、違うところに、はいはい、まあじゃあ手前のエリアはもうそれだけでプレッシャーかかってるんで、もうこれだけで、この無料スキル1個で相手はこれで、はい、タレットも壊されたらもうこれで B 面怖くなっちゃうんで、これだけと、あとはまあ B ラッシュの時はこの棒があるじゃないですか、この棒、この柵とここの壁を合わせて、あそこのなんか家のシミみたいなところに回して、はい、あれナイフ投げると、まあ、スイッチに背中に背中後ろ合わせて、あ、そうです、はい、後ろ背中つけて、あ、ここに背中つけて、立ち投げで左クリックです。あ、それです。おお。スイッチ、ロアアッパーのライン全部確定できるんで。すげえお得。まあこれが B ラッシュの時に投げるナイフ、もうなんか味方が B ラッシュよみたいな時はこれナイフとりあえず投げておいて、間違いないです。であとはもうついていくだけか、まあ、フラッシュを入れてあげるんですけど、まあ、フラッシュちょっと前、フラッシュは今回はやめときましょう。はい、A は結構、はい、開幕やっぱワンウェイとか来たりするんで、それに対するそうです、はい、それに対する対抗策がないと、まあ、ずっとワンウェイスモーク張れるの待つみたいになっちゃうんで、確かにエリアがそうですね、開幕取りたい、味方が A 面取りきたいみたいな時、まあ、結構繁盛さんとか黒、はい、人さんとかメイン取りきたい、メイン取りきたいって言うんで、まあ、そういう時はもうフラッシュ投げるからメイン取りけって、ここに立ってエイムはここの角に合わせて、はい、左クリックで投げるだけ、これジャンプいらないです、これも左クリックだけで、この辺か、あ、そうです、もう完璧です、そうです、これあのワンウェイとかあっても食らうんで、敵がここ覗いてるやつとか、はい、あ、完璧です、もう全部これ全部食らうんで、これも開幕バリアが晴れた瞬間投げちゃって、最速でいくときは、はい、まあ、最速でいくときはそれで、まあラウンドの途中とかでも取り返し行きたいとか時も使えます、はい、一応 A メイン手前怖いときとか、はい、この辺怖いなって時に、まあ、フラッシュ投げるよって、これフラッシュ投げるだけで取れます。味方ここら辺で待っといてもらって、もうそのままピークしてもらって、あ、そうです、はい、でここら辺にいたらもう食らってると、そうですね、多分逃げてると思います敵は、まあ、開幕そのフラッシュ、はい、覚えること1個と、まあ、バリアが、はい、まあ、この辺あるんで、最初、まあ、普通に最初もう開幕このナイフ、あ、ここでいいのか、 その辺刺すだけで、このさっきの B 面にさっき直雑してたこのナイフと一緒ですね、はい、役割というか用途は、なるほど、目的はもうワイン以外は見える、そうですね、手前に入ってくるライン、いやこれワイン最速で入ってくるやつも映るはず、ね、最速で投げたら、あ、そっか、間に合わないか、多分間に合わなかったはず、間に合ったっけな、いや間に合わないはずだけど、そうそう、開幕これも A 面の手前の情報を取るっていう、ここ もう映んなかったらいないんで、はい、もう簡単に A 面のオーブ取ったり、ここの時点で、あ、いない、じゃあオーブ取ろうって、オーブ取って、ここになかったらもうフラッシュはいらない、あ、そうですね、もう映んなかったらフラッシュもいらないし、はい、オーブ取っちゃって、逆にこれ敵引っかかっちゃったらワンウェイ来た時にもうこれでやっちゃった方がいい、あ、やっちゃってもいいし、まあ別にほっといてもいいです、失礼だな、あとは、はい、開幕ショートナイフ、あ、ここは一応全部見れるの、そうです、ここ開幕入ってくる敵とか、ジェットがオペレーター買ってくるラウンドとか、ここショートからここ覗いてるオペレーターとか索敵するのにいいですね、ここでナイフ投げてジェットが撃ってたら、ジェットオペレーター買えるラウンドだったら多分オペで覗いてるってことなんで、なるほど、もうこれでもう無料スキルで、これはもうミッドと A 挟む時のナイフみたいな感じですか、あ、それでもいいです、味方がショート上がるタイミングでこの辺とか来てるタイミングで投げてあげて、はい、なるほど、でもいいです、これで誰がいるか分かるんで、ショートに移ったら、これもこれでキルジョイとかが移っちゃったら、あ、キルジョイが A 守ってるってのが分かるんで、なるほど、どっちに何がいるかでも分かるのか、これで、そうですね、開幕ナイフは A これぐらいで、フラッシュの使い方は多分自分がエントリーしたい時とか、この辺とか多分フラッシュの使い方ちょっと迷いません、迷いますだって、ちょっと入れづらいですよね、フラッシュ、これもう弱いんで、弱いですよね、絶対
で、いい出し方があって、はい、この角に立って、はい、ちょっと走って投げるだけで、これです。うん、なんかここ、1本、線があるじゃないですか、2本、3本って。はい、でこれの1本目のちょい、はい、この辺ですね。イメージ。この辺か。そうです、はい、前に走るです。W だ。W、ああ、そうです。あれ、これ、俺は食らわないのか。そうです、タイミング合わせればいいだけなんで。それ、ちょっとだ。ああ、めっちゃいいです、うん、今の。これ、どんぐらいです。でも俺も当たってる。走り出したら投げる感じで。ああ、いいですね。おお。はい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 。もうちょい走ってもいいです。ああ、いいですね。おお。自分で食らしたい。無理無理、これ無理だ。いや、絶対避けれない、こんなの。多分初心者隊の人たちは、多分音で避けるっていうのが多分まだできないんで。はい。多分なんで音しますこれ。してないけども、あ、多分跳ね返った音、カツンって音が。いやいや、気づかん、気づかん、絶対。で気づかないと思うんで、はい、まあこれ、いっぱいなれるといいですね。プロはそのカツンの音も聞いてるんですか。あ、聞こえます。やばいなかったら、もう、この多分スモークとかもらってるじゃないですか、ガーデンに。はい。はい、ここにグレーとか入れて、もうこのまま上がっていきます。上がって階段で跳ねられた。ここに跳ね返せばいいです。あれなんだったらもうここに跳ね返せばこうやって。あんまり上に当てすぎると多分跳ね返りすぎる。そんな感じで。下に当てるイメージで。そしたらこのスモークの中で待ってるやつとかこう飛び出しづらくなるんで。なるほど。スモークやっても出してくるやつは、あ、顔出してくるか。あ、そうです。敵の、じゃあ KO がここにスモークの中で待ってて、こうやってフラッシュで出てくる可能性もあるんで、タイミングで。まあ、そういうやつの、そういうやつの防止とかにもなりますね。グレーがあったら。なるほど。まあ、ちゃんとその手前を見て、ちゃんとこのクリアリングしないと、さっきのフラッシュ投げた後、はい、この結構ここが張り付いてると、しっかり張り付いてると見えづらいんで。確かにここ来るまで見えないか。そうなんで。フラッシュ投げた後、ここをクリアリングしっかりやってみてください。はい。で、まあ、開幕、まあ、ミッドリコンとか、よくそばが打つじゃないですか、味方が。ああ、はいはいはい。まあ、そういうリコンに合わせて、こう、フラッシュとか入れてあげてもいいです。フラッシュリコンって言うんですけど、なんか、はい、のリコンが壊されないように、その、フラッシュも投げるみたいな、この同じところに。おぉ、もっと上か。走って投げる感じですね、上に。そういうのもあります、一応。あんま、やらないかもしれないですけど。まあ、リコン壊してくるなみたいな敵は嫌がりますね、こういうの。もう壊そうとしても壊せないのか。そうです。もうとりあえずこれで終わりですね。あとはもう開幕ナイフはアビスと一緒で、こういうとことか直すともう壊せないんで、開幕。ここだと壊されちゃう。あそこだと壊されちゃうんで、もうこっちの方がいいです。OK です。ちょっと考えを改めます。そうですね。国人に教えてもらったんですけど、ここ。ああ、国人のことは一回忘れてください。OK。ありがとうございます。で、あともう一個だけ。守りの時に起きて、はい、ここで、はい、しゃがんで、ここにあるんですけど、なんか屋根の線みたいなのが、はい、ここにの先っちょに合わせて投げると、壊せないメインナイフが投げれるんで。ちょっと待って、もう一回ですか、もう一回ですか。ナイフがここに刺さるんですよ。はい、え、見ておいてください。そしたら壊せないんで。ちょっとそれどうやってやるんですか、それ。ここの樽の上に座って、はい。はい、ここの先っちょに回して、左クリックで投げるだけです。あ、それです。完璧。今のが完璧です。しゃがんで投げるっていうのを忘れずに、これは。はい。やべえ、忘れそう。しゃがんで投げるよ。これだけで。あとはまあ、それがちょっとわかんないときはもう直出しで大丈夫です。このバリアントから。オッケーです、オッケーです。はい。投げるだけで。なるほどな。サイト中で守りたいときは、このグレー返すのと、あとはまあこの、まあ、体隠した状態でグレーは返せるように。フラッシュ、これ、自分食らわないんで、このフラッシュ。しゃがまなくても食らわないんだよ。あ、食らわないです。このブロックの一番上のとこに合わせる感じでゲーム。これでいいの？もうそれでいいです。あ、しゃがまなくていいんだ、これ。しゃがまなくていいです。めっちゃ強いんで、それで。はい、多分もうブロンズで全員食らうんで、これ。あ、それ。お、俺しゃがんでこうやって打ってましたわ。あったままもう、はい、もうこれでいいんで、無雑に。あ、そっちで。ゆうたさん逆に行ってもらっていいですか、じゃあ。反対側で、はい、まあ、A 面から入ってきて、はい。こんな感じで。今かかっ、今当たんなかった。あー、当たった当たった当たった。あー、これだ。いや、無理、絶対避けない、絶対避けないです。あ、絶対避けない、絶対避けない。まあ、こうなるで。
いやすごい、ちょっと俺の KO マップが増えましたわ。ありがたい。他にもまあいろいろあるんですけど、あんま覚えすぎても多分無理なんで。いや、ちょっと結構、とりあえずそれぐらいで。あとは、はい、狙ったとこにグレーを投げれるように。あ、確かに。なっとくといいですね。いや、俺、本当にスローブとかでもあるんですけど、跳ね返って味方を封殺するってのがあるんで。こういうのはミスらないようにしないと、味方が困っちゃうんで。はい、そうっすよね、はい、これそれでうんこちゃん殺しちゃったことあるんで、まあ、こういうのもカスタムとかでこうやって投げとくだけで慣れるんで、これ慣れればなんか木越しから打てたりするんですかね。あ、全然できます。木越しとかでもこれぐらいで